皆さんこんにちは。今日の動画は動画のタイトルを見ても分かる通り、まあ筋トレをやってる方、トレーニーの方にぜひ着てほしい商品を買ってきましたので、紹介したいなと思います。で、今回はまたユニクロに行ってきました。はい、定番のユニクロです。じゃあ早速ね、物を見せていこうと思うんですが、これです。ロンティーです。ちょっと明るすぎて見えるかな。これ白ですね。白のロング T シャツです。で、何がいいかというと、まずエアリズム、見えるかな、見えるかわからないけど、エアリズムです。まあ前回ね、エアリズムのオーバーサイズ T シャツ紹介したと思うんですが、それのロング T シャツバージョンということで、まずねちょっと着てみた方が早いと思うので着てみたいと思います。で、サイズは XL です。 XL で、少しずつ絞れてるからまだ見せれる体です。どうですか、ちょっとは動画映えしますか。こんな感じですね。ちょっとね、明るすぎるかな。少し明るさ下げたので見えると思うんですが、こんな感じです。じゃあ明るさ戻しますね。で、まあ XL の割にはそんなに大きくないです。こんな感じ。まあ多分店頭には XL までしかないんですよね、ユニクロって。なのでもっとオーバーサイズな感じが欲しければネットで注文できると思うので、まあそこはウェブサイト見てみてください。で、まあこれの何がいいかっていうと、やっぱりこれから9月になって肌寒くなってくる、少しずつ寒くなってきて、やっぱり体を冷やしたくないので、まあ、T シャツだと少し寒いじゃないですか。で、ロング T シャツを着るわけなんですけど、普通のロング T シャツだとやっぱり少し暑いんですよ。暑いから、そこでこのエアリズムなので、まあ、もう少しこう涼しげな感じ、まあ、生地もね結構普通に動きやすいです。めちゃめちゃ伸びるとかじゃないけど、普通に動かしやすいので何ら影響はないと思います、トレーニングには。なのでもう暑苦しくもないし、全然寒くもないって感じなので、これからのね季節、トレーニングの時とかすごいね重宝すると思います。サイズ感もいいですね。見えるかな、こんな感じですね。少しまくればこんな感じですね。普通にいいですね。普通に私服でも着れますね。で、まあ僕は本当に暑い、こうすごい暑苦しいとか動きづらいとかそういうのが大嫌いなので、これぐらいのエアリズムの生地だったら全然ロンティーでもいけそうな感じがしますね、うん。まあ簡単にこの T シャツのどこがいいかっていうと、まあ、筋トレしてる方にとって何がいいかっていうと、まあ、そんなに暑すぎないっていうところですね。本当に T シャツだと寒い、でも普通のロング T シャツ、ロンティーだと寒いんですが、これはエアリズムなので、まあ、そこはある程度涼しくいけるのかなと思います。で、まあ、暑くなったらね、脱いでタンクトップになればいいし、そんな感じです。で、あとはね、これいろんな色があったんですよ。黒とか他にもカラーバリエーションあったので、例えばカラーリングってした後に汗をかいちゃダメですね。汗をかいちゃダメなので、どうしても普通のロング T シャツ、普通のロンティーだとちょっと暑いなって感じするんですけど、これだとねもうちょっと涼しくいられるんじゃないかなと思います。うん、やっぱね、カラーリングって大変なんですよ。やったことある人はね分かると思うんですが、こうカラーした後っていうのが一番面倒くさいので、汗をかくとこうカラーが落ちてしまったりとか、いろいろ問題が起きてしまうので、そういう時にこれ、まあ、白だとね汚れちゃうので、黒とかだと汚れも目立たずに会場とかでも着れちゃうのかなと思います。はい、ただ XL だと、まあ、僕は
ほぼジャストサイズみたいな感じ、ちょうどいいぐらい、オーバーサイズの手前ぐらいかな多分な感じなので、もっと体が大きい人とかオーバーサイズが着たいっていう方はネットでね、もっと大きいサイズ頼んだ方がいいのかなと思います。で、まああと値段ですね。値段もめちゃくちゃ安くて、これ1500円なんですよ。1500円でこれぐらい素材がいいものを買えるのは、まあ、ユニクロとかくらいかなと思いますね。なのでね、まあ、1500円でこれ1枚買っちゃえばトレーニングでも大会の時でもいつでも使えると思うので、ぜひ気になった方は、ユニクロに行ってみてください。で、まあおまけでね、またエアリズム、これもエアリズムなんですけど、この色の T シャツも買っちゃいましたね、オーバーサイズの。まあ、これから秋っていうことでちょっと秋っぽい色を買いました。このオーバーサイズのね T シャツね、めっちゃ使えますよね。結構着てる方コメントとかで教えてくれて、かなり活躍すると思います。ぜひね、まだ買ってない方、このオーバーサイズの T シャツもまだあるのかな、ギリギリまだ店頭に売ってると思うので買ってみてください。すごい使えます。ぜひ気になった方はユニクロに行きましょう。そんな感じです。はい、まあ、これぐらいかな。パパッと終わってしまったんですが、ここまで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。